Oh. こんにちは、えー。今回のサムネイルのタイトルで,ですね。まあ、スウェンデンボルグは、えー、4次元、5次元、6次元、7次元までを見ましたと。だけど、その遥か上にはですね、えー、まあ、霊界、まあ、あらゆる、えー、並行する宇宙、まあ、3次元、あとまあ、地獄も含めて、そのすべてを存在させるエネルギーが降り注いでますと。そして、この全創造世界を作っているものがあると。その力の源はスウェンデンボルグではわかりませんと。 自分はやっぱり5次元をぐらいで、まあ6次元7次元の存在はあかるんだけど、5次元のいろんな、まあ過去の地球のいろんなバージョンに行ったり、火星のいろんなバージョンに行ったり、まあ普通の地球人として想像できる限りの世界を5次元を通して、まあテレポテーション移動できるんだけれども、そこであらいろんな生命体を見たり、地球のいろんな未来像を見たり、まあ火星のいろんな生命体を見たりとかしたんだけど、まあ自分は6次元7次元、さらにその全ての世界にエネルギーを 与えてる、えー、その構造は分からないと言ってますと。だから結局自分も三次元に行って魅力になって、三次元にある、えー、このですね、お釈迦様やイエスのですね、残したこの経典を勉強して、まあこの七次元もっと上から来た如来のである釈迦やキリストや、えー、まあベーダの聖者たちのこれを勉強して、そしてさらにその上にある世界の構造を学びたいと。じゃあ、 この世界、ここには何が書いてあるかっていうと、それは今日のサムネンのタイトルの、えサムネンのタイトルにある、えっと、まあ11次元は消滅。まあ10次元が誕生。そして、9次元が維持。えー、そして、11次元が消滅なんですよ。この3つの作用が、まあスイッチを入れるゲームの前の、 何も始まってない状態の中にありますと。えぇ、ー、十次元の誕生、そして九次元の維持、えー、そして十一次元の、まあ、消滅滅人って言うんですけど、仏教で言うと。じゃあこの意味は何かっていうと、まあ、あ九次元の維持。まあ、九次元で、無にはいっぱい仏国土があるってのは前回言いましたと。で、その中に、えぇ、ー、まあ、明母殺って人が仏国土にいると、自分はこの誕生時消滅の仕組みを学ぶために、再びビッグワンを起こして、そしてこれが、まあ、 スウェンデンボルムのような存在のエネルギーなんですけど、ビッグバンを起こして三次元世界に行きますと。で、三次元世界に出に行って、これを勉強しますと。そうすると、十次元で実は、全創造世界を誕生させる、その秘密がありましたと。そこには、菩薩が成長して、如来になって、まあ、その世界の弟子たちをグナーナさせて、えー、十次元世界の極右イエスの言うエレクシア集会場、えー、お釈迦様の言う、えー、教えの会合に集めて、 えー、そこの真空で樹気を授けと。そうするとそこでビッグバンを起こす力を得た、えー、菩薩たちが、えー、いろんな世界に生まれ変わると。そして仏国土とこの世界を生き返しながら、えー、自分も、えー、如来のようになって、十次元の極空会を主催して、ビッグバンを起こす。如来になりますと。そうすることによって、えー、九十十次元の誕生維持消滅っていう、この法則を、宇宙を生み出す、えー、そして維持させて完成させる法則を、 知ることができる。こういう仕組みになってるんですよ。で、三次元に来るとですね、まあ、如来も肉体を持ちますと。肉体を持ちますと。えー、そうするとその世界っていうのは必ず文明があって、時間と空間があって文明があって、過去から未来に時間がなるとんでで、過去は原始時代があって、 まあ、いろんな王様が出てきて、まあ、いろんな戦いをして、で、科学が発達して、原子爆弾が生まれたり、コンピューターが生まれたりして、その規模が大きくなって、さらには最終的には、えー、通信機器とか発達して、まあ、世界が一つになっていくプロセスがありますと。で、その中で最初は、悪い勢力ですね。まあ、いわゆる不価値論者たち。この世界でいうと、ロッセダ・ロコヤやビル・ゲイツたちが、えー、この世界を一時期世界を支配するような、えー、プロセスの予想。あるいは過去には悪い王様がいて、えー イエスの弟子や、釈迦の弟子や、インドのベーダの弟子たちを迫害したり、やりますと。なんでこういう悪がはびこるのか、三次元っていうのは。えー、これはですね、三次元に悪がはびこらない、えー。この法則を知らない人がいることによって、時間が維持されるんですよ。生まれてきて、菩薩が生まれてきて、すべての人がこの法華経を理解して、みんな、色菩薩になっちゃったら、それはそのまま、仏国土なんですよ。ですから、わざわざそういう世界ではなくて、そうじゃない、悪のはびこる三次元世界に来て、 悪がいることによって何千年という時間が維持されるんですよ。で、最終的に悪はテクノロジーで世界を支配する。すると、それを自滅して、最後にえ魅力の世界が生まれると。で、その間に、菩、え、薩、ー、っていうの生まれてきて、えー、教えを解くことによって、悪の側からこっちのい、e、い側に、えー、如来の側に人を入れてあげるっていう。そして最終的には、まあ他の宇宙とまた、えー、地球もつながり始めて3次元や5次元になって、 他の宇宙と繋がり始めて、まあ、五次元世界に戻って、ピラミッド構造に戻ると。そしてみんな何、なん普通にレンボルと同じように、えー、なんでこの宇宙が生まれたんだろうと。そこには存在のエネルギーが、なぜか生み出すものがあると。で、それは、まあ、如来と菩薩によって生み出される、えー、誕生維持と消滅の仕組みが、誕生で三次元が生まれて、そして悪の力によって維持されて、そしてそこで教えを解いて、えー、ダメな人たちを入れてあげて、そして、 最終的には悪の力は滅びて、みんな5次元になると。そうするとそこに他の宇宙も人たちも入ってきて、上のピラミッド構造に戻ると。だけどその世界では、あの、修行がないから、やっぱりもう一回菩薩が生まれてくると、その3次元に5次元の人も6次元の人も7次元の人も生まれてきて、そこで、えー、如来と上の方、もっと上の如来や菩薩の絵を持たせてもらって、その人たちもぐなーなして、極空海に入って10次元の誕生ですね、誕生の仕方を 学んで、そして、えー、三次元を誕生させて、そこで、えー、この教えを解いて、また入れてあげて、そして仏国度に戻って、また揃って、仏国度に戻って、この世界をやって揃って、自分も最終的には如来になって、そして、十次元で誕生させて、さらに、えー、無限の三次元を作って、それが完成した、滅然した状態までを理解するっていう。この教えを、十次元で、極限で解くのが、如来っていう。で、如来は、 呪気をさけると、その生まれ変わった3次元では入滅した状態になって、その人は5番目の教えを残してあるっていう。こういう仕組みによって、どん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 宇宙っていうのは、英知が拡大していってるんですよ。で、すべてが終わった状態が滅にした状態の11次元で、それを無視法に何も始まってない状態から見ると、まあどっかに肉体を持って誕生しないと、誕生してこれを読まないとその仕組みはわからないんで、まあ誕生と維持と、そしてそれを理解した、えー、滅にした状態があると。これが何も始まってない状態。 で、まあ、この、ま、あ九次元から来た菩薩から見ると、例えばもう、魅力になってないと。魅力にもなってないで、この仏法、この仕組みを解き明かした仏法に反応してこない人、入ってこない人なんかもうみんなこんなの、もう最後にもう、マッポの時代でもう、売っちゃうんですよ。なんか私の、この動画にもなんかアンチが結構入ってきてますけど、もうそんなのは売っちゃってですね、あるいなクラリオン政治のインチキ構造みたいなのと一緒になって、また一緒に地獄に、また落ちていくんで、 そういう構造になってんですよ。で、またそういう円柱が三次元の、えー、をまた支配したりして,し,てして、そして生まれ変わって、えー、カントやヘーゲルやマルクスとか、えー、スターリンとかモータクトみたいなのになって、またこの世界を、えー、人々を殺したりして支配して、それでまた時間が維持される中に、如来がこれを、菩薩がこれを広めて、また入れてあげて、そしてまた上に乗ってやるっていう。こういう仕組みですね。これが宇宙全体が、えー、ダメなものがいる、えー、 ダメなものは必要な理由であると同時に、それは三次元を、文明の時間を維持すると。で、逆にそこから剥げてあげて、仏教でこって、また菩薩にして、どん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 英知を広げていくと。で、すべてこのダメな人間もみんなに来になって終わった状態が、十一時の滅臨した状態と。で、そのすべてを、えー、無償法人の何も始まってない状態から見ると、その中には誕生と維持と消滅があるっていう。で、誕生して三次元に入ると、またこの仕組みがあって、またこれがあって、えー、 誕生する従事を知って、妙な日になって、また広げ続けるっていう。これが宇宙戦隊の構造なんですよ。スウェンデンボルがここまで分からないんで、7次元までを見て、その上の、えー、存在のエネルギーは何で生まれてくるかっていう。まあ、この人もですから菩薩ですよね。この3次元なんで存在のエネルギーが生まれてくるかって考えてるわけですから、スウェンデンボルの魅力菩薩に入ってるんですよ。ですから彼も多分またこの時代に生まれ変わってきて、えー、キリストの教えかなんかの文明に生まれ変わって、また、えー、これに を聞いてですね、自分も、えー、弥勒菩薩から、えー、時期をもらって、えー、薬王菩薩、妙菩薩、そして漢字材力をつけて、不弦菩薩である、えー、如来になって、また誕生させて、どんどん広げていくっていう。はい。これがもう宇宙全体の仕組みですね。はい。分かったですか、どうも。